皆さんこんにちは。それでは小山浩二の10分トーキング第2回目始めていきたいと思います。第2回目は商業登記、企業法務というお仕事になっていきます。まずは商業登記というお仕事の話から。商業登記ですね、主に会社の登記のことを言います。でそもそもですね、この会社っていうのは一体何者かという点が疑問になってくるんですが、会社は法人というふうにされております。まあ法人というのはですね、読んで字のごとく法律によって我々人間と同じく人とされているもの、したがって目には見えないものなんですね。だからこのビルの中にですね、会社が入っているとして、そのビルをですね、ずっと眺めているだけでは会社については何もわからない。そこで目に見えない会社のですね、大事なところ、例えば会社の名前、資本金、あるいは取締役などをですね、目に見えるようにしておけば、その会社と安心して取引をすることができる。そのために考えられたのが商業登記というものなんであります。でその株式会社ってどうやって作るのというタイトルになっておりますが、まあ、会社の代表格はですね、この株式会社というものになっていきますが、この株式会社のですね、作り方、そのルールはですね、会社法という名前の法律に決まりがあります。まずは会社の基本事項を決めます。この会社の基本事項のことをして、ちょっと難しい言葉なんですが、定款というふうに呼んでいきます。ついで出資してくれる人たち、お金を出してくれる人たちですね、その出資してくれる、お金を出してくれる人たちを募ります。そのお金を出してくれる人たちのことを株主と、こういうふうに呼んでおります。そして取締役などの役員を選ぶ。そして最後にですね、会社設立の登記を申請して初めて株式会社が出来上がる、そういうふうなことになっているんですね。じゃあどうやって登記をすればよいのか、まあ、これですね、不動産登記とですね、同じようなイメージになっていきますが、申請書というものを作って、それに必要な書類をくっつけてですね、法務局というお役所に対して株式会社を作りましたというですね、そういうふうな登記を申請します。そうするって言いますと、例えば株式会社ヤンさんという名前で、資本金は1000万円で、取締役たちはこういうふうな人たちがいる、まあこういうふうなですね、登記が出来上がると、こういうことになっているわけなんですね。これはですね、この登記をですね、まあ、することによって株式会社ヤンさんという会社は出来上がっていきますが、その後もですね、登記が必要になることがあります。例えば取締役のですね、井本さんが取締役を辞めてですね、まあ、小山という人間が株式会社ヤンさんの取締役にですね、なるというような場合も、この法務局に対して登記を申請する必要がありますし、あるいはですね、この株式会社ヤンさんが合併をする、そういうような場合についても法務局にやっぱりですね、登記を申請する必要があります。ただこのですね、申請書を作って必要な書類をくっつけて法務局にですね、登記の申請をする、その手続きはですね、よく一般の人はわからないんで、司法書士がですね、代わって手続きを行う、まあ、つまりですね、司法書士が法令の規定に基づいて手続きがきちんと行われたかどうかを確認した上で申請書を作り、当事者から必要なですね、書類を集めまして、そして法務局に関する手続きを代理人として行っていく、これがですね、商業登記というお仕事になっていきます。ではですね、会社は作りっぱなしで良いのかとですね、まあ、問題提起をさせていただきましたが、ここから先はですね、企業法務という話になっていきます。今現在ですね、会社はお金儲けをするためだけの存在ではなくってですね、
法律を守りながらお金を稼ぐという企業意識、これがですね、非常に高くなっております。この法律を守りながらお金を稼ぐというですね、その企業意識のことをして、まあ、一応コンプライアンスと、まあ、こういうふうに呼ばれているわけなんですね。ただその法律自体がですね、まあ、非常に複雑になっておりますんで、会社のですね、まあ、法律に関する部面ですね、それを司法書士にお願いするという会社がですね、増加しております。そうですね、会社の依頼に対して司法書士はどういうふうに答えているかといえば、例えば企業顧問という地位についたり、あるいはコンサルティングという形でもってですね、その会社のバックアップをしているというわけなんですね。つまりこの企業法務というですね、仕事につきましては、コンプライアンスの面から企業顧問の職に就いたり、コンサルティングという形で法的アドバイスをする必要性が高まっていて、それに応えていく仕事なのだと、そういうふうなですね、ご認識でいておいてもらいたいところなんですね。まあ、以上でですね、第2回目は終了になります。第3回目は成年後見と財産管理というお仕事の話をさせていただきます。第3回目もぜひお聞きいただければと思います。